ねえ約束だよ、かけがえのないステージを。川崎さくら役菅野舞です。白石千佐役高岡のんです。この番組はメディアミックスプロジェクトアイドリープライドを様々な角度からアプローチ、その魅力は私たちがプライドをかけてラジオの前の全マネージャーさんにお届けしていきます。はい、先週に引き続き私たちマイノンコンビでお届けしますよ。嬉しい嬉しい。先週はどうだった？先週はもうなんかテンション高すぎて喋りすぎた。変な性テンション高岡のんって感じだったよね。あー出た孤独だ。助けて。そして昨日のアイプラ生放送で発表されましたが、ライブで披露した星見プロダクションの新曲、ジェムストーンズの MV がもうすぐゲームに追加されます。パチパチ。 MV めっちゃ可愛かった。なんかちょっと感動しちゃうというか、なんかちっちゃいみんなが初めて見れてね、嬉しかったです。でライブでも初披露でね、そうだったね、サプライズ披露だったし、なんかさくらちゃんとしてもなんかいつもと違うタイプの歌って感じで、なんかすごいドキドキしながら確かに歌唱しました。星見でああいう感じの楽曲今までなかったから。そうそうそう、ないよね、なんかなんかゆったりした感じ。そう、星空がふわーって見えるような世界観の、ね、すごい素敵な楽曲で、ね、たくさん聴いてほしいです。はい、それでは私たちが紡ぐストーリー、どうぞ最後までお付き合いください。アイドリープライド、こんばんはから始まる物語、レッツゴーファイオン、エイ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 オン。改めましてこんばんは、菅野舞です。高岡のんです。まずはこちらのコーナー、私たちのワンクエスチョンワンアンサー。よいしょ、これ揃った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 。私たちも2回で揃いますから。そうだよ、やっぱマイノンコンビなんでね。素晴らしい。はい、ということでアイドリープライド公式 YouTube にアップされていますキャラクター一問一答動画に習って、私たちも一問一答に挑戦、マネージャーの皆さんにより私たちのことを知っていただこうというコーナーでございます。今週は私菅野舞がのんのんへ質問していきます。はい、それじゃあのんのんいくよ、ワンクエスチョンワンアンサースタート。最近買ってよかったものは？今頭につけてるリボンを色違いで5色。やばい、早速セレブ発言が。2つ目、最近撮った写真はどんな写真？お家にあったマカロンを3つお皿に並べて、クマみたいな形にして写真を撮りました。なるほど。前回の前回言ってたマカロンではなく別のマカロンで。いや、さすがです。なんでなんで。またセレブスイーツが出ました。全然違うでしょ。はい、3つ目、最近新しく知ったことは？お風呂の浴槽の水を抜くときに、線抜くボタンじゃなくて、線抜くと水が抜ける。うわー、すごい。第3セレブ発言。じゃあ4つ目、セレブじゃないでしょ。私のことどう思う？ファッションリーダー。うわー嬉しい。5つ目、じゃあこれ私から。おサニピでイベントするならどこでしたい？動物園。はいねー。はい、じゃあちょっと深掘りしていきましょうか。最近買ってよかったもの、そうそう、今ねこうなんかお揃いみたいに前々となってる。そうそうそう、でかいこのびっくりボン、びっくりしすぎてびっくりボンみたいな、はい、びっくりボンも5色ね、色違いで買いまして。すごいよ。いや、すごいよ。そのリボンをね、使おうとするとね、どの服着ても同じ髪型になっちゃうのよ。
確かに確かにわかる、ビッグリボンの悩み。でもね全部ハーフアップになるよね。そうなんですよ。わかる。そう。なんかツインテールの時につけてもいいかな、あ、ツインテールじゃないや、ポニーテールかの時につけてもいいかなって思うけど、ハーフアップのよりなんかね、なんかお嬢さんっぽいかなってな、お上品な感じにね、なって、そう一緒になるよね。そうなのよ。わかる。そう、私最近ね、あらゆるところでハーフアップをしている気がするんですが、うん、5色買ったからなんですよ。すごい、のんのん。いや、そう、色違いでめちゃくちゃ買っちゃう。違う。色違いね。だってお洋服もさ、今日のさ、お洋服さ、そう、私たちのさ、好きな、あそこのブランドでしょってさ、で、あの、違う色のやつ見たことあるよって話して、あ、それも持ってる。なんかさ、そうなんだっけ、ベレー帽とかもさ、あ、これ何色も持ってるって。ベレー帽ね、お家にね、あの、15個くらい。いや、お店開けるじゃん、だって。いや、ベレー帽とか欲しくなっちゃうのよ、こう、色違いで。他も買えばいいのにさ、色違いにしちゃうんだね。そうそう、なんかね、一つ買って正しいと思うと、あ、いけると思うと、あ、じゃあこれと違う色だったら合うのではっていうので。安全圏だもんね。そうなのよ。そうだよね。そうそう、これからはね、冒険したいとは思います。さすがセレブです。え、違う。はい、二つ目、最近撮ったお写真は。わかるんちゃう？そうそう、あの、クマみたいな形になって、ちょっと今見せるね。クマみたいなマカロンなの？あ、全然あれないんだ。そう、マカロンをね、私が勝手にクマの形にしたのよ。見て、マカロンって形変えれる？あ、そういうこと。え、一番下のもマカロン？あ、違うわ。え、これ何？これ何？なんで？これ何ですか？なんかちょっとジャムが塗ってあるクッキーみたいなのかな？それ何ですか？なんなん、それ何？ね、お菓子これ。わかんないの？わかんない。なんだろう、これ食べたんでしょ？あ、そう、なんかね、ジャムの、食べた。ジャム乗ってた。ジャム乗ってて、クッキーみたいな感じ。あ、多分そう。うん。多分ね、これ、何かお菓子です、これ。ちょっと、いつかツイッターにあげますね。あ、三つ並べて、クマさんみたいに耳つけたってことね。ツイッターにあげます。そうだよね。だってさ、その、マカロン全部同じ形で、絶対クマの形にはならないなってずっと想像してたのよ。なってなかったや。解決したわ。マカロンじゃなかったわ。違かったや。うん。ちょっとダメだ。はい。三つ目、新しく知ったことは。そう。いや、聞いて。お風呂のね、こう、浴槽のお水をね、抜いてきてってお母さんに言われて、あの、抜こうと思ったんですけど、初めて。なんだけど、あの、どこのボタンを押しても、こう、お水を抜くっていうボタンがなくて。で、どうしようと思って、あの、こう、お風呂に置いてある洗面器みたいな、こう、あの、丸い容器。あ、ケロリンみたいな。で、これでなんか抜くのかなと思って、バシャバシャこう、あの、すくって、抜いてたんですよ。そしたらお母さんに、あと何やってんのって言われて、あの、そこの線抜いたら抜けるわよって言われて、はぁーと思って。怖い、大好きでーす。ホラー映画始まったちさちゃんの大好きな。今私ホラー映画鑑賞中です。そうそういうことがあったんですよ。やっぱね、のんのん、一人で絶対生きていけないよ。あ、私もね、そう思う。どうしよう。あの、サニピの寮とか。あ、しようか。そうだね。なんか合宿しよう、一回。合宿しようか。うち泊まりにおいでよ。行くや。一人暮らしのノウハウ教えるわ、いつか。あ、行く行く。ちょっと線の抜き方とか。わかった。うん。楽しみにしてるわ。火起こしとかね。はい。火起こし？はい、四つ目。私のことどう思う？ファッションリーダーですよ。いや、もう、だってこう、なんかいろんな用語知ってる？用語？だってズボンとかも、私だったらこうズボンって、ズボン、思っちゃうんだけど、なんかデニムみたいな。なんで笑うの？デニムとか言うんですよ、前々。なんで笑うの？おかしいよ。そう。なんの？あれ？なんかさ、幼いのかさ、おじいちゃんなのかわかんない。そうだからね、こう何でも知ってて、ビッグリボンっていうのも前々から教えてもらって、あ、そうだっけ、私大きなリボンだと思ってたんだけど、あ、そうか、前々ビッグリボンって言ってたかもしれない。だからね、こう何でも知ってるし、ありがとうございます、おしゃれだしね。いやいや、ありがとうございます。はい、嬉しいです。あ、で5つ目ね、サニピでイベントするなら、いや、もうこれは動物園でしょ。いい、楽しそう。ね、前八景島シーパラダイスでやらせていただいた時もさ、こうみんなすごいお魚さんにこう癒されてたけど、こう動物さんたちに囲まれて、いいね、こうサニーピースフォーユー&ミーとか歌ったらなんか
癒し空間。え、動物と一緒に歌いたい。なんかさ、いいね、インコさんとかが一緒に歌ってくれるみたいな。そう、お願いして、インコさんに。インコさんに歌ってくれませんか？サニーピー、サニーピーみたいな。めっちゃよかった。やりたい。やろう。やりましょう、動物園でイベント。やりましょう。楽しみです。はい、ということでセレブリティノンノンのワンクエスチョンはランさんでした。それではここで一曲の前に、オンエアするアイプラ楽曲の歌詞をテーマにトークセッションをしていきます、うん、今夜オンエアするのはサニーピースのサニーピース for you and me。 すごい噂をすればやったこれは。もうサニーピちゃんがね、さらに成長できた素晴らしい楽曲でございますよ、うん、そうですね。そうだ、ライブでもね最初にやったんだよね。ちょっとしっとりから始まるさ、珍しい感じの構成で ね、でしかもさ、私あの当日までさ、うん、教えてもらってなくて知らなかったんだけど、うん、サニーピが始まる前に、うん、あのザさんのボイスドラマが流れた。流れたね。でしょ、うん、あれが流れてから You and Me が始まって、マジで泣きかけた。極まりだったよね。極まり。もうあの演出は素晴らしい。素晴らしい。もう私は客席で見たかった。私もめちゃくちゃ走って移動しながらめっちゃ感動してた。ね、走ってた。あの姉妹曲のね。そうだよね。後に。頑張ってたね。そうだよ、いろんなことがありましたが、うん、こんな感動する楽曲でございます。はい、じゃあノンノンリリックジ弾いてください。ペペペペペ、こちら、うん、世界中が輝き出す。輝き出す、何、輝いたことある、マイマイ常に輝いてる、ね、私が歩く道がだって花だ、花道よってすごいすごいちょっと待って、なんかね、私ね、全然違う話なんだけど、何、あの最近好きなラインスタンプがあって、わかった、タコさんのやつでしょ。違う、タコピー。あ、でもノンノンにはよく使ってるかね、さっき送ってくれた。でも私が最近よく使うのは、うん、あのキティちゃんの Y2K スタンプで、うん、Y2K わかる、よく2を使うじゃない、Y2K なんだっけな、いや2000年代だから、その平成初期の56スタンプみたいなのがあって、それ Y2K って言うんだけど、平成初期みたいな、やっぱファッションリーダーだから何でも知って、そう、そのなんかキティちゃんがいつもはさギャル語言わないのに、うんうんうん、なんかあのギャルピーみたいなこと言うスタンプなんだけど、そのスタンプで一番好きなやつが、なんか私の歩く道が花道よみたいなスタンプがあるの。それがめっちゃ好きで、それキラキラしてるね。 それなんかそれ使うたびにね、あ、世界中が輝き出してるわって思うのさすごいね、幸せな気持ちになれるスタンプなんです。はい、え、私はね、さっき前にね、会った瞬間もそうだけど、うん、会う前もね、キラキラしてたよ、世界。本当に？だってもう、あの、うん、嬉しすぎて前にルンルルンってライン送ったもん。そうなんですよ。聞いてください。そう。なんか突然さ、あの、昨日も、ね、夜もさ、明日楽しみだねってラインしてたけど、うんうん、今日さ、あの、私が、あの、文化放送近く着いた時に、急にのんのんから、ルンルルンって。ルンルルンって。しかもさ、スタンプとかじゃなくてさ、文字でルンルルンって。びっくりマークもなし、ルンルルンって。なんだろう、いや、その時世界が輝いてたの。私の世界は輝いてたのよ。最高。で、それに対して私がさ、ルンルンって書いてあるさ、いやさ、ありとあらゆる、そう、ありとあらゆるスタンプをポンポンポン、ルンルルンルンルンって送りまくった。いや、私たちの未来は輝いてるね。やばいね、明るいね。明るいや。こんな明るい会話してる人いる？でも、みんなにおすす分けしていこう。そうだね。みんなも、ね、輝き出しましょう。一緒に輝きさせましょう。させましょう。はい。はい、私たちの、世界中が輝き出すトークセッション、いかがでしたでしょうか？それでは聞いてください。サニーピースで、サニーピース for you and me!
から届いたメールをご紹介します。はーい。はにゃ、え、なになに、なんか小さい髪が、え、なになに、なに、あ、待って、メールじゃない、な、なに、怖い怖い、なに、え、あ、いや、読みます。菅野さん、高尾さん、ここで少しお時間をいただきたいことがあります。なんですか、なんですか。あ、次の髪が届かれました。はっ、菅野さんと高尾さんといえば、そう、以前この番組のコーナーグローイングプライドでポイントを貯めてゲットしたご褒美がまだ渡されていませんね。はい、はい、やばい、待って、まだ震える、手が震える、手が震える、なになになに、遅くなってしまいましたが、我々スタッフ忘れてはいません。ということで、え、こちらをお聞きください。どうぞ。番組をお聞きの皆さん、そして菅野舞さん、高尾香音さん、こんばんは、斉藤渚です。菅野さんと高尾さんが会いたい人に会えるというご褒美をゲットして、その会いたい人に私を選んでいただいたそうで、ありがとうございます。ですが、今回はタイミングが合わず、直接お伺いすることができなかったので、お二人にはコメントでメッセージをお送りさせていただければと思います。まずは、マイマイ。グループ活動でリーダー的な役割はすごく大変なこともあると思いますが、私も応援しています。そして、お会いした時にはたくさんお話ししたいです。赤ちゃん的な要素が垣間見える方ということで、私も仲良くなってその部分を見れたらいいなと思っています。はい、そしてのんのん。声優さんと学業の両立はとても大変かと思いますが、頑張ってください。これからものんのんさんの活躍をとてもとても楽しみにしています。ありがとうございます。改めてまいまいさん、のんのんさん、ご褒美ゲットおめでとうございます。いつかお会いできることを楽しみにしています。大好きです。以上、斉藤なぎさでした。読めないで、私が読める。何よ、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 私実はそのアイプラのインタビューで前あのナータンが訪れたことがある場所でインタビューがたまたまあった時があってね、でここでナータン来たことありますよみたいなインタビュアーさんの方がされて、なんかちょうど推しについて話すみたいなインタビューだったのね。で
花タンのこと話してたら泣き出しちゃって、あまりにも好きすぎて熱がこもってなんかそれくらいその彼女の努力家なところとかファン思いなところとか、この私も今さアイプラでさアイドル演じさせてもらっててさ、すごいあの参考にさせていただくとか勉強になることがいっぱいで、うん、こんなアナナータンさんみたいなアイドルちゃんを私も目指したいなっていうさ、理想の本当に私にとっての太陽みたいな存在だったのね。信じられないのですけれども、やばい、死んじゃう、私たち死んじゃう、いやめっちゃわかります、はい、いや私もそう高校生の頃から斉藤渚さん見させてもらってて、あのすごいもう学校の友達とかにめちゃくちゃ可愛い方がいるってすごい話してて、もうあの衝撃すぎて間口が塞がらなさすぎて、あの今も口が閉まりません。なんか私さこの間のさ私たちライブ横浜でやらせていただいた時さ、渚ちゃんが行ったことある場所だここって言って、そうそうやったばっかの場所で、だって私はツイッターで渚さんが挙げられていらっしゃったお写真、あの保存して自分の写真と照らし合わせてここだってやってたもん。そう、私もステンドガラスそこでめっちゃ写真撮ったし、そのあたんがさそのアイドルやめる時についてほどいてマイクを置いた場所なんだけど、なんか私もう初めてさそのソロ歌手さくらちゃんとしてさ真ん中に立たせてもらえたことがなんか重なっちゃってさ、なんか私も卒業します。しないでしないでダメだよマイマイ、あれライマイ卒業じゃもういいよじゃないだよ、もういいよマイマイまだダメだよ、まだダメだよ、なんでもない、まだダメ、私たち情緒がもう安定しないです今、マネージャーさん助けてください、プチ、最近花粉がひどくてくしゃみが止まらないんです、プチ、はい、いい薬を知ってるんですか、やってぽよ、あ、持ってきてくれるんですか、ありがとう、わかりました、お仕事が終わるまで我慢します、それでは、お疲れさ、ハイブジョウ、エンディングの台本どこだろう、これか、はい、はい、お送りしてきましたアイドリープレイのこんばんはから始まる物語エンディングのお時間です。今日のコールルームはこんまるネームかほさんからいただきました、ありがとうございます、もう手が震えて台本、いやのんのんはプロだ、ほんとコールフロムプロだ、プロでした、いやすごい頑張ってくしゃみしました、はい、ここでアイドリープライドからお知らせです、まずはゲーム情報、あ、プロだ、3月28日よりアイプラフェスガチャが開催です、うん、星5ことの星5さくらなど星5アイドルの出現率が2倍になります。さらに同じく3月28日にはライブでも披露した新曲ジェムストーンズの MV もゲームに追加されます、昨日25日の配信のアイプラ生放送のアーカイブからも見られます、ぜひ何度もプレイしてくださいね。まだまだあります、同じく3月28日よりテレビアニメのエンディング曲でもあるザ・サーモン&スターズの 3D ライブも追加、その他にもアイプラ感謝祭としていろいろなキャンペーンを予定しております、詳細は公式ツイッターやお知らせをチェックしてください。続いて音楽情報です。星見プロダクションのニューシングル星見プロダクションジェムストーンズが5月24日に発売です。さらに7月15日土曜日16日日曜日に幕張メッセイベントホールにてアイドリープライドビーナスパーティーザファーストの開催も決定しています。詳細は公式ホームページをご確認ください。そしてゲーム2周年楽曲の制作も決定しています。グループリーダーの永瀬琴乃、川崎さくら、天童瑠衣、神崎梨央、フランの5名が歌唱予定です。お楽しみに。
そして次回のパーソナリティは佐伯春子役の佐々木奈央ちゃんと川崎さくら役の私菅野舞が担当します。さあのんのんからナウスに聞いてみたいことありますか？聞いてみたいことというか話してほしいことがあって、うん、お二人に、うん、あのナウスってねこういつもサニピのね、うん、なんていうのお姉さん的そうねまとめてくれてすごいねこうみんなのことをねめちゃくちゃ見てくれ て、 見てくれるこうダンス動画とかも他のメンバーのこともすっごいチェックしてくれて、うんね、ダンスいろいろ教えてくれるここだったよって教えてくれたりとかするんだけど、うん、ナウス自分では絶対その、うん、なんて頼りになるお姉さん感を、うん、こうラジオとかで話そうとしないの、うん、あ確かにそう、うん、だからぜひ次回のコウマルでは、うん、マイマイから見てこのナウスのいいお姉さんエピソードみたいなやつが聞けたら嬉しいです。どんな反応が見れるか ね楽しみだ。極めていこう。はい、ということでコウマル第102話もう今日ハンカチ私さいつもさハンカチ持ち歩いてるんだけどさなんかべっちゃべちゃになっちゃったハンカチが。いやね、でもサインもらえるんですもんね。え、本当に後日もらえるんですよね。え、お、あの、音声データもください。あの、一番いい音質で落ち着いてくださいと言われました。はぁ、どうするマイマイ今日は。もうね、私ね、今日死んでもいいかもしれん。それはダメだよ。じゃあ、わかったありがとう、のんのん。のんのんと生きるよ。のんのんと生きよう。え、どうする、ね、どうする。なんか今後も頑張る活力をいただいて、うん、ね、なんかこんまるこれからも頑張りましょうっていう気持ちになりました。頑張りますね。なんかいつかね、こう本当だね、生でもないときにこがましい、なんかこんな、ね、いつか直接ね、お会いできる日まで頑張ります。頑張ります。お会いできるように頑張ります。ではでは今日はお別れです。もうダメだ。アイドリープライド、こんばんはから始まる物語、ここまでのお相手は川崎さくら役菅野舞と白石千佐役高尾かのんでした。マネージャーさん、来週もこの時間は私たちとこんばんはして